で、あ、びっくりした。やばい。びっくりした。なんだって？あ、大丈夫です。うん。そう、枝豆もんちゃんがうちで働きたいって言っウィドてさん、て。今、こう。そうなるといいか、藤子。あ、はい、あ、はい。彼女ははい。マクドナルドの店で働いてる。で、私の印象では、もうすごいいい印象が全くないんだよな。これはもう前にメカニックで働いてたっていうので、それでもうJTS がその彼女のせいでダメになっちゃってる。そういうことを考えると、私はグッバイサーカスの人間というのの中でも、枝豆のもんっていうのをすごい危険視してるんだ。いいか、それはな、だからもう実際に過去にそういうことがあったということがあるからなんだ、私が言いたいのは。一そういう体こそと。こでストップしていいですか？ちょっと、え、何？面白い。話入ってこないよ。落ち着こう。すみません。だとしたらな、いいか、藤子。もし枝豆もここで働かせるということになるとな、君が働けなくなる可能性も。そうするとだ、私からすれば、非常にもう、なんて言うんだろう、まあ、かわいそう、かわいそうということになる。いいか、そうすると、じゃあ、まあ、どうすればいいのかっていうのを、まあ、考えたときにな、まあ、個人的にだぞ、あくまでも個人的にの話だから、そうだな、まあ、もし働かせたとして、まあ、彼女に一つの約束を守らせる。いいか、それは何の約束かというと、藤子、いいな、もし彼女が原因でバレてしまった場合、このメカニックが営業停止になってしまった場合だ。普通の罰金額ではなく、通常よりも高い罰金額を要求するべきだと思う。じゃあ、いくらが妥当なのか。な？それ、いくらが妥当？ズバリ私は10億円だと思う。だから、10億円の罰金払えるんだってバレたら、お前が理由でバレたら10億円払ってもらうことになるぞ。そういうふうなのルール守れるか、それでも働きたいと思うか、それであればまあ働いてもいいやっていうこと。まあそういうふうに言ってみたらいいんじゃない。そういうふうに言えばいいですか？一いや、応、過去にそういうふうなことがあるから、もしもの時の保険を打っとくべきだ。まあでも私が心配してるのは枝豆もんではなくマクドナルドなんですよね。なんで？私、加藤さんとすごく、仲良くさせていただいてるんですけど、新薬の件で、聞いてるんですよね。脇が甘いって話？まあそうですね。あとは、なんだろう、解釈を間違えがちというか、まあ口が軽いってなんでしょうね。何でも面白くしたいんでしょうか、わかんないですけど。マックさんと私、あんまりお話ししたことなくて、いいじゃあ、印象マがクドナなルくドにて。も突きつけたらいいやな。その条件をですか？どんな理由であれ、マクドナルドないし、グッバイサーカスから、もしくはメンバーから、
情報が漏れてしまった場合は、うん、けじめ取ってほしいですよっていう話。うんうん、そうですね。まあそうするほかないですよね。これはね、ことのね、順序っていうのがね、やっぱ大事だと思う。話を、交渉をうまく進めるためにはね。はいはい。順序が大事だ、順序が。順序が。まず枝豆門が入りたいっていう風に言ってるっていうのに、うん、まあつなげていかなきゃいけない。はい、肝はそこになってくるわけだ、ね、うんうん、まず自分があんまり言えないようなことがあるんだという話から入り口で入るんだな、うんうん、でもあんま大きな声では言えないことがあるんですけど、うん、まあ、ちょっとまず一つ約束してほしいんですと。今話した話というのを、これから話す話というのは一切誰にも話さないでほしいんです、うん、っていう話だね、はい、この話を、うん、守ってもらえないっていうことになるとちょっと困っちゃうんですって、うん、場合によってお金が絡んでくるんでっていう話、はい、うん、お金払ってもらわなきゃいけなくなってもらうって話をした上で、うん、分かった、分かりましたってなるから、はい、分かりましたってなるから、それはね、はい、ところにとかって言うから、どう、そう、私が警察にとかどとかって言うから、痛せいで、ちょっと話入ってこないんだよ、すっくいやいや、真面目スイッチ入ったな。ああ、すいません、ちょっと気が動転して。で、まあなんかそういう感じになるから。はい、あ、住み始めるんだ。はいはい。その上で、いいですよっていうふうになったら、うんうん、実は私はこういう身分ですと。うん、はいはい、うん。だからバレたら大変なんですと、うん。だからまあこういう話を最初にしましたと。うんうん、その上で、枝豆門っていうのが働きたいっていうふうには言ってました。はい。で、マックさん的にはそれどうなんですかって話。うんうん。うん、それは働かすることじゃないかとかって言うから。わかんないけど。また、とりあえずなんかそんな感じ来るじゃん。はい。どらりくらり。うんうん。まあ、働かせてもいいんだけど、実はあの枝豆門は前にそういうまあ失敗しちゃってるじゃないですかと。はいはい。まあ、失敗は誰にでもあるとはいえ、まあ、その1回の失敗がね、うん、引き金で、営業できなくなる、なりかねない、うん、っていう風なのを言った上で、まあ、もし何かあった時は仕事を自分がね、うん、なくなっちゃうかもしれないから、はい、当面の生活費とかも困っちゃうし、そういう時に枝豆門と、うんうん、もし枝豆門から同じようにバレたらね、うんうん、通常の賠償金よりも多めに払ってもらおうかなっていう風なのを条件で働いてもいいよっていう風に考えてるんです、うん、とかね、うんうん、とかね、うん、そういうお話をして分かってくれる人ではありますか。一応加藤さんには0から100まで全てを伝えないと変に解釈する男って伺ってるんですよ、うん、0から100まで説明しないと変に解釈するんではなくて、うんうん、0から100まで説明しないと、穴を縫って、あ、それ聞いてないとか、うん、上げ足を取ってくるんだよ。うんうん、いやそんなこと聞いてないぞとか、うんうん、だったら最初に言ってくれとか、うんうんうん、冷やかしだったら帰ってくれとか言ってくるんだ。はい、だから最初に全部説明して、いやあの時言いましたよねって言ったら、そのグーの音も出なくなるよね、うんうんうん、グーの音も出なくなるような状況を作ってやらないとダメっつう話だ。はいはい。あおい、誰だ。
どうも、CPU です。おはよう、CPU 一回、お客様の車に当たってる。この間ぶりだね。CPU、いったんね、こういう時ごめんねって。あ、いいこ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 。藤子が言う前に。あ、早かったわ、すごい。言おうとしたよ。言おうとした、ごめん、私たちがね、話しかけちゃったからね。そう、話してたから。あ、ごめんごめん。言ってんな、しっかり言ったね。した、な、もっしょうね、うん。ダンサーバーって、あ、びっ、すいません、本当に。ダンサー、ダンサーあるか。